皆さんこんにちは。抜群のプロポーションでグラビア女優として活躍をする手島優さん。バラエティ番組にも多く出演され、親しみやすいおバカキャラも人気です。今回はそんな手島優さんをご紹介します。手島優さんのプロフィール。名前、手島優。本名、手島美佐子。生年月日、1982年8月27日。出身地、栃木県足利市。身長、165センチ。血液型、A 型。所属事務所、プラチナムプロダクション。出身小学校と実家の家族構成。栃木県足利市に生まれた手島さんは、両親とお兄さんが2人いる5人家族で、手島さんは3人兄弟の末っ子です。手島さんの実家は、栃木県足利市にある手焼きせんべい屋、八幡屋で、テレビ番組でも紹介されたことがある人気店です。幼い頃の手島さんは運動神経が抜群で、特に3歳から始めた水泳は、どんどん実力を発揮し、ジュニアオリンピックの候補にもなったほどです。出身小学校は、地元足利市内の公立校、山部小学校と言われています。小学生の時には、自由形と個人メドレーで、県大会5位になっています。ただ、手島さんの将来の夢は、芸能人になることだったので、10歳の時に劇団に入り、子役として活動を始めています。この頃は様々なオーディションを受けていたそうで、水泳をしながら芸能界デビューを目指していたようです。中学校時代、手島さんの出身中学校は足利市立山部中学校です。中学校1年生までは水泳を続けていましたが、その後は水泳をやめた影響もあって、体重が70キロまで増えてしまい、周りからはドスコイと呼ばれ、いじめられたこともあったそうです。手島さんは中学時代はお笑い芸人に憧れていたこともあり、同級生の女子とお笑いコンビを結成したこともありましたが、相方の女子に彼氏ができたためにお笑いコンビは解散しています。高校時代、手島さんの出身高校は関東学園大学附属高校です。関東学園大学附属高校は群馬県にある私立の共学校で、スポーツがとても盛んなことで知られています。この高校は、校内での挨拶をご機嫌ようで統一しており、手島さんも高校時代の挨拶はご機嫌ようだったことをインタビューで明らかにしています。手島さんは高校時代は帰宅部で、この頃は芸能界に入ることに一生懸命になっており、次戦で芸能事務所にも所属をしています。ですが、高校生の頃の手島さんは、エキストラ出演ばかりで、大きな仕事はしていなかったようで、インタビューでも、高校の時は、次戦で応募して、プロダクションに入って、3年ぐらいやったんですけど、芽が出なかったです。と話しています。高校卒業後も、芸能活動に専念するために、大学には進学しなかった手島さん。そのため、売り出し中の時には、短大生との肩書きでしたが、短期大学には進学はしていません。そんな下積み生活をしていた手島さんに転機が訪れたのは22歳の時。ヤングジャンプのプルルン選手権で読者投票1位となり注目を浴びます。そして2006年には台湾の国際イベントにて最も美しい理想的のバスト賞を受賞。2007年2月には、手島優から手島優に改名。沖縄県出身の知人に姓名判断をしてもらい、開運名を検討したことで、この名前になったそうです。以降は、グラビアアイドルとして引っ張りだことなり、2008年には、日テレジェニックのメンバーにも選ばれ、さらにこの年には、ダークラブで映画初主演も果たしています。さらに、バラエティ番組や、ドラマなどの出演が目立つようになります。2009年には R1 グランプリの予選にも出場し、1回戦を突破しています。2011年4月1日には、地元の足利市の観光大使に任命され、同年8月からは
未来大使にも任命されています。2021年には親友でタレントの矢口真里さんと共に YouTube 公式チャンネルを開設し、企画ものの動画が人気になっています。そんな手島さんの趣味と特技ですが、栄養士免許を持っている料理と、3歳から始めていた水泳、書道は5段、金管楽器のスーザフォンを担当していたマーチングバンドだそうです。一方で球技は苦手のようです。グラビア活動で人気を博し、今やバラエティ番組やドラマなどでも活躍中の手島優さん。トーク力もあって根強い人気もありますので、これからの活動も楽しみですね。